どうも山際です。今回のこの動画はですね、ヨーロッパ周遊に便利だった SIM カード3という SIM カードについて、ちょっと実際に使ってみたですね、レビューをしてみたいと思います。でこの3っていう SIM なんですけども、僕が実際ですね、2017年の8月から8月9月、10月の半ばぐらいまでですね、実際にヨーロッパ周遊をして、このSIM カードをこう差しっぱなしでぐる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 回ってたんですけども、本当にどこ行ってもこれ使えたものですので、実際にレビューをしていきたいと思うんですけども、まずこの SIM カードですね、ヨーロッパを中心に、世界の42カ国に対応した SIM カードになっています。なので、例えば僕の場合だとギリシャから始まって、その後スペイン行って、フランスのパリ、それからモンサンミシェル行って、あとはベルギー、オランダ、ドイツ、それからチェコ、オーストリア、スロバキアに寄って、でドイツ行って、動画撮ってるところメキシコのカンクンってところなんですけども、ここにいるんですけども、その間ヨーロッパにおいてはですね、全ての国、全ての都市でこの3という SIM カードが使えました。ということはどういうことかというとですね、この SIM を今僕は iPhone6S を使ってるんですけども、この SIM をこの iPhone に差しっぱなしでですね、もうネットが使えると状況だったんですね。なのでとてもすごく便利です。各国で、本当は、SIM カードっていうのを買わなければいけないんですけれども、それがなくてですね、いちいちその各国の SIM カードを買う手間も費用もかからずですね、この SIM1 枚で世界何国10カ国ぐらい行ったと思うんですけども、ぐる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 対応できたというすごく便利な SIM になっています。で、この3の SIM カードというのは、僕が使ったのは12ギガまで使え容量があってですね、1回 SIM を携帯に挿してから360日有効のものです。なので例えば2017年の8月から SIM を挿し始めたんですけど、これが2018年の8月まで、まるまる1年間データを使い切るまで使えるというですね、なんともこう、なんていうんですか、融通の利く SIM となっています。で他にもですね、容量3ギガまでで90日分使える SIM カードもあったんですけども、3ギガだとなーっていうところがあってですね、正直、2ヶ月ぐらいヨーロッパを周遊する予定だったので、2ヶ月3ギガじゃやっぱちょっと足りないなと思ったんで、僕はこっちの方にしました。特徴としてはですね、ショートメッセージだったりとか、あとは通話は基本的にできないです。電話番号一応ついてくるんですけれども、一応通話はできないようになっててですね、データ通信のみとなってます。なので、なんか通話したい場合はですね、 LINE とか Skype を使えば問題なく通話はできるので、その辺は問題はクリアになるんですけども、ただショートメッセージとかが使えない分ですね、なんかのアプリをダウンロードした認証の手続きとかですね、そういうことにはちょっと使えないなという感じで、日本のアマゾンで購入したんですけども、アマゾンの方のその商品紹介ページにはテザリングできないですよというふうに書かれていたんですね。なんですけども、実際使ってみると、例えば今持っているこの iPhone に SIM を挿しているんですけども、この iPhone から電波を飛ばしてパソコンにつなぐこともできますし、 iPad とか Kindle とかその他の人のもちろんパソコン、Kindle、スマホにもテザリングでインターネット共有することができますので、例えば一人でヨーロッパ周遊するときももちろん使えるんですけども、複数人でヨーロッパ旅行する際でもですね、みんながみんな SIM を持っていなくても、例えば一人が持っていて、一人がそれでテザリングしてインターネット共有をしてすることで、いろんな人にも使うことができますので、それはちょっと複数人で使う場合は面倒なんですけども、そういう使い勝手もできます。で、この金額ですね、月々じゃなくて、月々払いは本当一切なくて、もう買ったら買い切り、これを買えば360日間、12ギガまで容量が使えるというようなカードなんですけども、値段がですね、5800円と。ドコモとかソフトバンクとか au とか、そういうような月額プランと比較してもですね、全然安いんじゃないかなと思います。残念ながらこれ日本でさしても使えないんですけども、ヨーロッパの他にもアメリカとかインドネシアとかヨーロッパ大陸の
他のところでも使えたりしますので、まあ、詳しくはちょっと Amazon のページを見ていただきたいんですけども、問題なく使うことができます。まあ、なんかこうこういう SIM 系のやつだとなんか設定とかめんどくさいんじゃないのかなとかっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけど、見えますかね、 ここに QR コード、 QR コードとあの URL がこう載ってるんですけども、まあ、QR コードを読み込むか、この URL をそのまま打ち込むかで、この SIM3 のこれ、3SIM っていうですね、ものなんですけども、これの取扱説明書、それから最初の初期設定とか設定の方法とか出てきますので、まあ、これ通りにやれば問題なく設定することができます。また簡単です、めっちゃ簡単でした。で、中身はこんな感じですね。まずこういうカードにあの SIM があって、まあ、ナノ SIM、とか、まあ、そういう種類ですね、まあ、3つのタイプの SIM に対応してます。なので、まあ、本当に使い勝手というか使える幅も広い SIM になってますね。で、後ろにですね、まあ、これちょっともう、まあ、ちょっとまだ一応隠しとこうか、電話番号とかもらえますので、それも記載されてます。で、まあ、説明書っていうのかな、まあ、なんか商品の紹介の冊子みたいなのがペラペラ1枚の紙であるんですけども、まあ、簡易的なものもこういうのも同封されてます。まあ、Amazon でこういうのが購入できるということなんで、ぜひですね、あのヨーロッパ周遊される方は購入されてみるといいんじゃないかなと思います。まあ、日本で Wi-Fi の、ルーターレンタルとか、まあ、各国で SIM を買ったりとかっていうのも、まあ、ありっちゃありだと思うんですけども、まあ、それに比べるとですね、例えば Wi-Fi のルーターレンタルとかだと持ち歩かなきゃいけないその煩わしさありますし、あれが充電切れてるとですね、もうそもそも使えなかったりしますよね。で、あとは、各国で SIM をこう買っていくってなると、まあ、すごいやっぱ面倒くさいじゃないですか。でもその分これってあの購入 Amazon で購入 してで届いて現地に行ってこの SIM を挿せばそのまま使えますし、国を移動したとしても問題なく、なんか特に設定とかですね、そういうのなくですね使えますので、すごくこれ便利でした。いや、本当にヨーロッパ周遊行く方はですね、これ僕はもうご利用したいと思います。はい、でですね、実際にこの SIM ですね、速さどれぐらい出るのかっていうのをちょっと今これリアルタイムじゃないんですけど、9月23日にこれどこだっけな、多分これ9月23日ってことはどこだ、お、チェコあたりかな、チェコあたりで、速度試しにですね、どれぐらいスピードあるのかなっていうふうに調べてみたところ、ダウンロード、まあ、これ、まあ、分かると思うんですよね、多分 SIM3 っていう会社、携帯電話会社3ってなってますよね、まあ、これなんですけど、でダウンロードが 9.02 メガで、アップロードで 2.59 メガ、はい、まあ、こんな感じに出てますので、まあ、そんなに全然本当に、動画も全然見れましたし、スピードも全然問題なかったです。ということでですね、今回この3、イギリスの会社のこの、SIM なんですけども、3という会社の SIM カードについて、レビューをさせていただきました。